ルーティストゆみ子のカラフルタイム。皆さんこんにちは、フルーティストのゆみ子です。久しぶりの、YouTube ラジオカラフルタイムなんですけれども、今日で4回目の放送になります。前回がですね、なんと3月29日ということで、4月がね、ちょっと更新できなくて、なんかあっという間にもう5月になってるなっていう感じなんですけれども、なのでね、結構喋るネタはいっぱいあるかなと思うので、いろいろ振り返ったりとか、あとはまあ本番とか音楽じゃないお話とかも、していけたらなと思っております。それでは今日も、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。はい、まずはこの期間にですね、結構本番がいろいろあったので、なんかざーっと振り返ってみたいと思うんですけど、まずあれですね、4月の6日に、シンガーソングライターの雨森ちゃんとの初めてのデュオライブを開催しました。もうめちゃくちゃ前に感じますけどね、すごいかっこいいね、ピアノと曲と歌と、をね演奏する雨森ちゃんとのライブ、めちゃくちゃ楽しかったですね。でめちゃくちゃアクティブな仕上がりになりましたね、やっぱりまあ選んだ曲がそういうのが多かったっていうのもあるんですけど、YouTube には千本桜が上がってるかな、ショートで、XJAPAN の紅とか、あれなんだっけ、緑黄色社会さんの花になってですね、とかいろいろ上がっているので、見ていただけたらなと思うんですけど、もう本当に、まあ、歌も楽曲ももちろんなんですけど、まあピアノが本当に、なんだろう、上手とかじゃないですよね。なんかもう超えている何かを超えている手がね、結構指がすらりと長くて、こう大きい感じなのもあるのか、めちゃくちゃ迫力があるピアノをね弾いてくれまして、まあ私の楽曲そういうピアノが合う合うって感じなので、まあ私の楽曲&フルートですかね、もうめちゃくちゃ楽しいライブでした。いや、なんか嬉しいですよね、また素敵なピアニストさんとに出会い、ご一緒できて。はい、私はやっぱり、ね、ピアノは結構好きなので、やっぱ一番やる、共演する機会が多い楽器なので、まあ、いろんなピアニストさんとご一緒するんですけど、やっぱ自分のオリジナルは結構難しいというか、まあ、かっこいい曲が多いのもあって、まあ、かっこよく弾いてもらえる喜びがすごいあるんですよね、はい、結構ちょっと無理ですって言われる時とかもなくはないので、あんまりこうそういう時は頼まないようにはしてるんですけど、なんかこう遠慮なく頼んで、こうねバリバリかっこよく弾いてもらえるというこのね喜びがありましたね。はい、安心安全安定の雨森ちゃんです。そんな雨森ちゃんとですね、実は5月15日2日前もご一緒させていただいたんですよ。めっちゃ最近の話ですね、まあ、とある、ランチタイムコンサート、ちょっとクローズのね現場なので、宣伝とかはしなかったんですけど、で、雨森ちゃんにピアノを弾いてもらいまして、まあ、ちょっとリハとかもあんまりできなかったんですけど、まあもう全然安心安全安定の雨森ちゃんなので、めちゃくちゃかっこよく弾いてくれまして、でまたかっこいい曲をちょっとね私も入れたくなっちゃうから、そういうロビーコンサート系、ランチタイムコンサート系なので、かっこいいのはなんだ、千本桜とルパンと情熱大陸かな、まあ、ルパンはちょっとギリギリな感じですけど入れさせていただいて、千本桜はそのライブの日にね、アンコールでやりましたけど、もうそれ以外全部初めてで、あとはなんだっけな、花水木春よ恋かな、
5曲かなそうなんです、あっという間に終わっちゃうんです。はい、すごく楽しく演奏させてもらって、なんかこうライブ以外でもご一緒できたのもすごい嬉しくて、ライブの日結構夜ライブだったので、ほんとなんか超バタバタしたまま、じゃあまたねみたいな感じで帰ったのでなんかロビーコンサートは演奏時間がね、ほんと35分とかぐらいなのですぐ終わるんですけど、終わってからちょっとゆっくりお昼食べれたりとか、なんかそういう時間があったので、なんか4月の打ち上げじゃないけどなんかね、いい感じにあの時ゆっくり話せなかった残念さを回収できたと言いますかちょっとね、千葉の方だったので帰りの電車もね、ずっとお話しして帰ったりとかできたので、すごい楽しかったですね。はい、だから4月のね、最初の出来事と最近の出来事がリンクしているというね、はい、雨漏りちゃんのお話でした。はい、続いてはですね、名古屋ですね。4月の28日に、名古屋でライブがあったので、遠征ですね、に行ってきました。これは Vlog も上げたので、見てくださった方はなんとなくどんな流れかとかわかるかなと思うんですけど、名古屋まで娘と一緒に行ったりとか、まあそうですね、帰りも、まあそこで私が母に預けて、で帰りは次の日のお昼に、また母と名古屋駅で待ち合わせしてみたいなのがあったんですよね。そうですそうです。だからまあ娘連れて遠征行ってるけど、まあライブ中はいないので、まあそこは全然ね、もうお母さんありがとうって感じなんですけど、確かに前回の名古屋のライブ、去年か8月も三重まで行ってたかな。三重に娘を連れてってて、あれちょっと分かんなくなった。で、なんか私だけ名古屋行ったような気がするんですけど、そうですね、多分それで合ってますね。だからこう実家からライブしに行くみたいな、はい、感じだったと思います。今回ね、東京から行ったんですけど、メンバーが名古屋在住のピアニストさん、伊礼かんなちゃんと、大阪在住のフルーティストの立川咲ちゃんというね、すごいみんな住んでるところがバラバラの3人が名古屋に集結するというね、結構珍しいのかなそうですよね、多分。だから当日リハだったので、ちょっと早めにお昼ぐらいに行って、そっからリハして夜本番みたいな感じ。そしてかんなちゃんは去年私一度ご一緒してるんですけど、咲ちゃんは知り合って長いけど初共演で、まあ、当然3人でやるのも初めてみたいな、さきちゃんとかなちゃんは初対面みたいな感じのライブだったんですけど、もう全然本当に皆さんバッチリで、すごいね、楽しいライブでした。まあライブの感想とかもね、ちょっと Vlog と重なっちゃうんですけど、私がね、結構年上なのでこう若い世代の方々はどんな感じなのかなと思ってましたが、全然2人とももう素晴らしいね、演奏と、あとなんだろう、こうライブっていうものに対してのね、なんかこう気持ちというか、そういうのもすごい素敵で、私もなんかいろんな刺激をね受けて、とても楽しいライブでした。でまあ遠征なので、やっぱ朝早くて6時起きぐらいとかで、夜ライブだったので、こう打ち上げをするともう日が変わるぐらい日をまたぐぐらいの感じだったと思うので、もうとにかく体力ですよね体力勝負だなって。で次の日がまあまあ朝早くないけど、その名古屋でね、母と娘と待ち合わせしてランチして帰るみたいな、まあ、あっという間に、名古屋ではプライベートなことはほぼしてない感じなんですけど、あっという間に帰るみたいな感じだったんですけど、なんかそっからいろいろいろんな出来事あるけど、この日のこのスケジュールやっぱ結構ハードで、次の日なんかすごいぐったりしていやー、体力もっとつけないとなと思ったんですけどね、何が違うんだろうな。結構同じぐらいの時間動いてる日もあるんですけど、
まあでもやっぱライブって体力使うんでしょうね。リハもがっつりねしたし、はい。なんでまあまたね、多分名古屋でライブあるとかなるとこんな感じのスケジュールとか、そう、大阪もね結構昼ライブだとめちゃくちゃ早いんですよね。そうそう、そういうのもこれからもあると思うので、早起き、そしてフル一日中動くというのにもね慣れたいところですね。はい、あの遠征はいつも楽しいので、はい、また行けるように頑張りたいと思います。はい、それではここで一曲聴いていただきたいと思います。この名古屋のライブで、さきちゃんと私オリジナル曲を1曲ずつ演奏したんですけれども、私はレッドスカイスクレーパーを演奏させていただきました。まあ、この曲はですね、まあ、1曲だけやるならってなった時にやっぱやりたいなと思ったっていうのと、まあ、フルートを2本でねやるっていうのをやったことがなかったので、ちょっとさきちゃんにもぜひ吹いてもらいたいなっていう気持ちもありまして選ばさせていただきました。それでは、お聴きください。レッドスカイスクレーパー。レッドスカイスクレーパー聴いていただきました。ありがとうございます。これは、MV がねありますので、もしまだ見てないという方がいたらですね、バンドメンバーもね一緒に撮影に参加してくれてすごい素敵に仕上がってるので、あと超寒い中外でね撮影とかもしてるので、よかったら見ていただけたら嬉しいなと思います。では、近況のね続きなんですけれども、名古屋から帰るといわゆるカレンダーは平日になるので、まあちょっとねあの保育園もあるしで、日常遅れるんですが、やってきますね 3,4,5,6 この赤い日、はい、がやってきますね。は保育園もお休みなので、まず3日はもう1日娘と公園に、結構あの大きい公園に行ったら、その友達親子と行ったんですけど、高校の同級生の親子と行ったんですけど、人が多すぎて本当に電波が入らなくなってしかもそういう時に限って別行動してて、もうどこにいるかすらわからなくて本当にもう終わったと思いましたね。なんかあの公園内で自転車をレンタルしようって言って借りて、で向こうのお子さんは一人でも自転車に乗れるので自転車あったんですけど、後ろに子供を乗せる自転車がもう今ないって言われて、で帰ってくる前ちょっと待ってたんですよ、私たち親子だけで。じゃあ先行っといてとか言っといて、まあ後で待ち合わせしたらいいかとか言ってたらまさかのもう電波全く通じずみたいな本当にゴールデンウィークは舐めてはいけないなと思った出来事でしたまあその後なんとか電話がつながって合流できたんですけどね、なんかせっかく一緒に行ったのにみたいなそうなんですよね。あんだけ広い公園だから、なんかこう混雑してもそのぎゅうぎゅうにはならないじゃないですか。なんか大丈夫かなと思ったけど、やっぱりダメなんですねなんか花火大会の時とかになるじゃないですか。なったことありません？全く電波がこう、本当携帯壊れたのかなと思ったんですけどそうじゃなかったっていうね。向こうももうえってなってて、こっちもえってなっててねそうなんです、そんな出来事がありました。
ゴールデンウィーク恐るべしです。で次の4号が、演奏のお仕事がありましてね、来てくださった方もありがとうございます。ラフォルジュルネというね、クラシックのすごいあの規模の大きいイベントね、これコロナでちょっとお休みはしてたけど、でも結構長いことやってるイベントにもちろん存在をしてたんですけど、初めて、関わらせていただいて、私の演奏は、新丸ビル東京駅の1日目は1階のこうテラス席あたりをバイオリンを2人とフルートで演奏しながら歩くというね、練り歩きっていうんですかね、はい、の現場でした。で次の日は夜にその新丸ビルの7階にもテラスが、おしゃれなねテラスがあるんですけど、ほんと東京駅のライトアップドーンみたいなそう東京だなみたいな場所がねあるんですけど、初めて行ったんですけど、2日目はそこを練り歩くというね、はい、そういうお仕事がありまして、まあ、たまにあるんですよね、その練り歩き現場みたいなのは。まあ、何が一番違うって、まあ、歩いてるっていうのもそうなんですけど、まあ、楽譜が絶対に見れないので完全にアンプをした上で歩くというね、これがやっぱ慣れないと結構危ないんですよ。スコーンって飛んだらなんかもう終わりみたいな。だから家でアンプをまずして覚えたかなっていう頃にこう歩き回りながら吹いたりとかして練習を結構時間かけて4月やってましたね。っていうのもアンプも、まあ、アンプ原発あるんですけど、たまに1日2日じゃやっぱ頭に入らないので、なんていうんですかね、1日にこう何時間もやるじゃなくて1日何回か通すだけでもいいから 長期間かけてやるっていうのが私的には一番覚えられるっていう長年の経験の、 あの私の結論なんですけど、曲自体はそんなに難しいものではないので、まあ、クラシックもなイベントだからクラシックもあるけど、まあ、チャルダシとかリベルタンとかそんな感じで、あとはディズニーとかジブリとかも入ったりとか、あとお子さん用に何やったかな、ドレミの歌とかなんかそういうのもやってたから、曲自体はそんなに難しいものじゃないからいいんですけど、メロディーはあんま吹かないような感じだったりとか、あとサイズですよね、そうそう、を覚えるために、音源をね送ってくださってたので、それがめっちゃ助かったんですけど、それに合わせてこう私も譜面を見ないで歩き回りながらそう、無意識でも吹けるかどうかぐらいまでやっとかないと、当日ってやっぱいろんなものが目に入ってきてそっちに気を取られるんですよね。あ、誰々さん来てくれてるとか、あ、ここのカップルが喜んでくれてるとかあ、あっちに行くのかなとか、なんか風がブワって来たりとかなんかそういう演奏以外に意識を取られることが多いので、その他に意識がいってももう勝手に吹けますよぐらいまでやっとくと安心かなっていう感じなので、3週間ぐらいかけてやったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、その名古屋のライブの練習しつつ、そのアンプをちょっとずつ頭に入れていくみたいなことをずっとやってましたね、4月は。はい、そのおかげで、まあ、割と大丈夫だったかなと、そのすっ飛ぶみたいなことはなくで現場重ねるごとにまた頭に入っていくので、はい、2日目とかはもう全然安心して吹けた感じですかね。初回だけね大丈夫かなとか思ったけど、で全然大丈夫で、しかもあのすごい素敵なねメンバーでできたので、めっちゃ楽しく演奏できました。なんかこう自分のライブじゃない現場なので、そのね、いわゆる私たちのこと全然知らない人の方が多い場所で吹くので、なんかそれでもうやっぱりこう純粋にフルートを楽しんでもらいたいなっていう気持ちがすごいあるので、なんか喜んでもらえてすごい嬉しかったなと思うし、結構練り歩きの現場私アンパ大変だけどすごい好きだなと改めて思ったりしました。見に来てくださった方もね、いらっしゃってありがとうございました。それでですね、
5月はなんか家族イベントがすごい多くて、ちょっと音楽とねここからま関係ない話になるんですけど、そうなんです。でまあゴールデンウィークとかあるとねどうしてもそうなるんですけども、そのラフォールジュルネ2日間の次の日、ゴールデンウィーク最終日ですかね、6日は、旦那さんの方のご実家に、行きまして、そうですね、まあ横浜なので日帰りで全然行けるんですけど、よく集まってる、旦那さんの妹さん家族と一緒にですね、行きまして、もうそうですね、外は行かなかったかな、もうわーギャーわーわーわーギャーギャーギャーみたいな感じで、はい、娘たちがね楽しく遊べるように大人が頑張るというような感じですかね。まあでもなんか全然そうですね、近く感じますよね。やっぱり名古屋行った後だし、はい、なのでそれが最終日の感じでしたかね。はい、でゴールデンウィークは終わるんですけど、なぜかその週の週末か、5月の10、11、12に私の姉が鹿児島に住んでるんですけど、姉が鹿児島から東京に遊びに来るというね、イベントがありまして金土日かな、これ初めてじゃないかな、一人で来たんですけど、そう甥っ子とか家族と一緒ではなくて、はい、だから旅行ですよね、はい、東京に遊びに来たので、もう姉が東京とかこっちでやりたいことをね全部やろうではないかということで、まあ、鹿児島は私ちょっと住んだことないんで分かんないんですけど、なんか買い物が結構不便だってことで、そうですね、普通のね食べ物とかはそれはもちろん大丈夫だと思うんですけど、まあ、服とかそういうやつですかね、カバンとか、がなかなかやっぱりこう欲しいものが、まあ、通販でね今何でも買えるけど、実物見て買いたいじゃないですか、いろいろね、で店がないっていつも言ってるのでそうですね、基本お買い物をしてみたいな感じでした。で、土曜日かが あそこ行ったんですよ、御殿場のアウトレット、まあ、静岡やないかというねツッコミが正しいと思うんですけどで私初めてバスで行ったんですけど、意外と近いですね、1時間半ぐらいかなで行けるんだっていうのも、なんか前はその姉がこっち住んでた時に姉の車で行ったんですけど、まあ、車だとねもうなんか全てお任せなので、それでもまあそんな遠くないなと思ってたんですけど、バスでもそれぐらいに行けるんだなと思って便利だなと思いましたが、その姉と前一緒に行ったのが多分3年ぐらい前とかから結局東京にいてもあんま行かないんですよねなので私も久しぶりだし行きたいなみたいな、はい、感じだったので、姉と一緒に一日楽しんだんですけど、このアウトレットがなんなら一番疲れたかなっていうぐらい疲れました。名古屋よりかな、名古屋と同じぐらいかな、すっごい疲れたんですよね買い物ってやっぱなんか体力もだけど頭も使うんですかね、はい、ちょっと衝撃的なぐらい疲れてやっぱ体力問題がねプライベートにも及んでいるということですね。まあでもすごい姉が来てくれて楽しかったので、レアな週末をね過ごすことができました。でこの辺の週の、まあ、Vlog まではちょっと撮れないんですけど、なんか1週間の出来事が結構濃かったので、なんかパパパパッと今度なんだろう速度の速い Vlog をちょっと作ってみようかなと思ってるので、そちらもお楽しみにです。フルーティストゆめ子のカラフルタイム、はい、というわけでいろいろお話ししてきたんですけれども、これで最後告知で終わりという感じになります。実はねその後ディズニーランドも行ってるんですけどディズニーに関してはですね、5月16日のツイキャスで結構ねたくさん喋ったのでね、今からディズニーを喋るとなんか倍ぐらいの時間のラジオになりそうなのでちょっとラジオでは、ディズニーはなしということで、させ
ていただきました。はい、というわけで、告知をさせていただきたいと思います。はい、まず来週ですね、5月の25日土曜日のお昼に、ユミコリクエストライブ2024を開催します。はい、去年も確か5月にリクエストライブソロでねやったと思うんですけど、同じ形ですね。もうほんとソロで一人で音源を流して、皆さんから事前にいただいたリクエストの曲を演奏するライブということですね。去年もね結構いろんなリクエストいただいたんですけど、そう、去年はね大阪と東京でやったんですよね。東京はなんかやったら夜遊びが多いみたいななんかそういう話だったのを今思い出したんですけどね、今年はどういう楽曲をリクエストしてくださるのか、とっても楽しみです。まだご予約ね可能ですし、リクエストはですね来週の火曜日5月21日まで受け付けておりますので、予約したいという方でもまだリクエストも間に合いますし、予約したよっていう方もリクエスト早めにねお送りいただければと思いますので、よろしくお願いします。とっても楽しみです。で、そちらのライブの後にですね、6月の8日ですね、これは夜のライブになるんですけれども、久しぶりに朝霞タンとデュオライブを開催します。朝霞タンはですね今高知で活動しているので、まあ、とはいえ全然関東にね来てるんですけど、まあ、タイミングがねあったということで、はい、久しぶりに2人でもやりませんかという話、なんかバンドは去年どこでやった9月でやって、トリオも9月にやってるんだけど、そう、2人っていうのがめっちゃ久しぶりだなということで、本当もう朝方もね安心安全安定の、そしてもう心の友朝霞タンなので、はい、朝霞タンともいろいろねお話もしたいな話すのが目的になってるわけじゃないですよ。朝霞タンの曲もピアノも大好きなので、朝霞タンのオリジナルをね演奏させてもらえるのもすっごい私嬉しいので、またまた楽しみなライブです。どっちも祖師ヶ谷大蔵エクレリスさんというね私のホームの、ライブハウスで、開催しますので、ぜひこちらもね朝方のライブもまだまだご予約ね受け付けておりますので、ぜひお越しいただけたら嬉しいなと思います。一つ一つね内容はもちろん違うんですけど、違う楽しみと、そして同じ楽しみ、 なんて言ったらいいんですかね、人が違うから違う楽しみなんですけど、でもいつも楽しいっていうねライブを心がけて、しっかり準備してね、そして本番全力で皆さんと楽しめたらと思ってますので、ぜひライブの方にお越しいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。詳細はですね概要欄の方に、リンクを貼っておきますのでチェックしてください。はい、というわけであっという間にエンディングです。最後まで聞いてくださってありがとうございます。もう今日は近況だけでねもう30分ぐらい経っちゃうそしてまだねディズニーのこと喋れてないからねやっぱ期間が空くと結構喋ることがある感じですね。私はねこう喋るのは大好きなんですけど、こう順序立ててっていうんですか、話すのはなんかあんまり得意じゃないような気がしているのですが、大丈夫だったかな。なんかラジオもこうもっとスムーズにね進行できるように頑張りたいなと思いますし、皆さんが楽しんでくれてたら嬉しいなと思います。こう、まあ、配信はしてるけどこう、ね、じっくりライブのこととかプライベートなんてもちろ なんかあんまり話すことがない、配信では喋ってるんですけどねはい、ないので、そうですね、なんかいつも思うんですけど、こう演奏する姿だけだとやっぱちょっとなんかこうとっつきにくいじゃないですけどねってよく言われるんですよね。もう言われ続けているのでまあそう見えるんだろうなと思ってるんですけど、喋ると私こんな感じだから、なんかそんな風に思わないでくださいねっていう気持ちがやっぱあるので、なんかあ普通の人なんだなっていうか、なんか育児に追われてんだなとか
なんか体力がなくてなんかぐったりしてるんだなとかそういうリアルな状況とかもね、なんか知ってもらえてる方がなんかいいなっていうのはなんか思うんですよね。こう、まあ、演奏家として、あの、理想を壊さないでくださいみたいな意見ももしかしたらあるのかもしれないんですけど、もうもはや隠しきれないというか隠してないのでずっと隠してはないので、はい、私的にはこう身近に、フルートを身近に感じてもらいたいっていうところで、なんかね、そのバランスはすごい難しいんですけど、その品位を下げるようなことは絶対したくないのでそうじゃなくて、なんかこう、あ、フルート奏者もなんかこうね、なんかそんな神聖化される感じじゃない職業だと私は思っているので、身近にいろんなことを思っていろんな日常に追われ、そんな中で演奏してるんだなみたいなのがなんとなくこう伝わって、それを楽しんでもらえたらいいなというような気持ちで、こんな風にいろいろお話ししております。はい、というわけで今日もね、最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。これを撮っているのは5月17日、めちゃくちゃ当日今から急いで編集して、今日中に会えれるように頑張りたいと思います。そしてね、来週と、そして6月も、ライブが続いてますし、ちょっとね、レコーディングの方も入ってきたりするので、またちょっとバタバタっとしますけれどもね、またラジオも更新していきたいと思います。なんかラジオで話してほしいこととかあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。それではね、皆さんもきっと、日々忙しい、日常があると思いますけれども、なんか楽しみをね、作ったりしつつ、あとどこかでこう息抜きをしつつ、一緒にね、頑張りましょう。それでは、今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。